前半互いにノースコアのまま後半を迎えます。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。両チームとも非常に集中できていた前半でしたが、少し時間を置いた後、ピッチャーがどう出てくるのか非常に楽しみですよね。そうですね。